菅原大地です。ということで今回の動画はこちら、横浜湊チャンピオンシップ藤木センチネルということで、2024年8月の8日から開幕します男子トーナメント、横浜カントリークラブで行われます。去年の初開催から、2年目ということで、私ですねマンデーという月曜日の予選会に出させていただきます。その予選会に通過するとこの8日からの本戦に出場権を得られるということで、5人通過の予定だと思います。今日はですねその横浜カントリークラブ西コースの練習ラウンドをお送りしたいと思います。正確にはですね10番11番が横浜カントリークラブ東コースの17、18を使うということで、朝6時44分スタートということで、今プレーが終わった後に撮影をしておりますが、前半のプレーと後半のプレーとガラッとちょっと雰囲気が変わってですね、伝説のアドレスが見つかって菅原大地絶好調になった疑惑もあるんですが、最後までぜひご覧いただきまして、そして、関東圏内お近くの方はですね、これは観戦可能なもちろんトーナメントでございます。そして男子レギュラーツアー初のですね半ズボンでのプレー OK ということで、試合でですね今まで試合は半ズボンダメだったんですけども、半袖は前から OK です。今週は横浜カントリークラブ、私の地元でもありますので遊びに来ていただいて、試合の方観戦しに来ていただければと思います。練習ラウンドの方をご覧いただければと思います。お願いします。お願いします。東コースの17番が439、ここが10番になります。ちょっと右。お願いします。おー最高。前にも YouTube 出てきたことある、イーグルを決めた前山海斗くんです。プロテストあとねちょっとで去年合格だったということで、今年もプロテスト無事に2次は通ったということで、また次最終頑張ってちょうだい。今日はね天気予報がもう38度予想なんで、最高気温が日差しの下はもう40度は絶対超えるでしょうっていう感じなんで、ちょっと本当熱中症ならずに最後まで回りきれることを目標に頑張りましょう。乾燥メインで、そう右ラフ来ちゃうともう木があるんでノーチャンスです。出すだけ7番アイアンで、60ヤード5、ちょっと滑ったね。まあ、このホールの攻略はやっぱりティーショット、まず左バンカー入れないようにっていう、右行くとちょっとねボギーになっちゃうホールですね。大体ティングエリアから見えてたバンカーまでが260-70弱くらいで入ると思うんですよね。他の選手も結構3番ウッドで打っていく人が半々くらい。こう2つ難しいです。492ヤードミドルホール、いい感じ。ティーショットラフに行くともうパーセーブはだいぶ厳しくなってきて、去年のマンデーではここで、トリプルボギーやらかしました。実際の本戦の予選では石川遼選手もここで8打ってましたね。右行って僕もトラブルになったんですけど、右行くとちょっと赤くいがあるんでトラブルになるホールです。220ヤード4番アイアンで、引っ掛けたけどバンカーから打ってここです。ここはボギーでもまあ仕方がないっていう感じのホールです。ボギーホールですね。この10、11は正直何やろ、400、450くらいかも。ちょっとフック
めっちゃ左キック。うわー、ここ来ちゃうと何も狙えないんだ。150くらいなんですけどね、距離は。手前刻み。こういうとこでね、拾っていくのが大事ですよ、本番でも。うわ、切れる。多分464の方かな。一個前出てますね、ティーが。木と木の間。よし。完璧。仕上がってますね、海斗くん。ここで160ヤード。完璧。いいドローだね。ナイスキックして下まで来てました。127。ピッチングで。おお、びっくりした。打った自分が一番びっくりしたよ。ちょっと前にティーがね出たんで少し楽になったホールですね、ここはね。523のパー5、ここはバーディー取りやすいホールですけど、ティーショットが難しいですね。ハイリスクハイリターンです。右狙わなきゃいけないけど、 B すぐ OB。 どうぞ。すぐ行ったら左ラフ。あれで左ラフ、木の後ろ行く可能性あります。ピンは212ヤード打ち上げ。ここはまあ右外し OK って感じですね。左バンカーはあんまり嫌ですね。5番で。ドロップしたよ、ドロップ。あー、止まって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 。あー、でかいな。この辺はね、やっぱり技術の低さというかね、本当はもっと打ち込んでバーンって高い球打てればいいんですけど、僕の技術だと5番円でそれできないんで、レベルにこう入れていって、まあ、ちょっとこうドロップフライヤーみたいな、めっちゃランが出るボール打ちました。ありがとうございます。ここはバーディー取れたらね、いいねっていうホールですね。去年も前のホールとここのホール、確か連続バーディー本番でもね取れたんで、まあ、難易度としてはそんなに高くない。337ヤード。完璧。バンカーと木の間。ナイス。3番ウッドでバント。まあ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 。ここのホールはね、縦距離がめっちゃシビアです。手前のグリーン面はほぼグリーン面じゃなくても必ず手前に出てきちゃうんで、で奥もこぼれるんで、だいたい10ヤードくらいの縦幅くらいしかないんで、やっぱり距離短いけどめっちゃ精度が高くないといけない。96ヤードの打ち上げ。ギリセーフ。ありがとうございます、はい、うん、ナイス。45ヤードくらい残り。50くらい、はい、この木までが290弱くらいだね。これ奥に、ここ
こうエッジにキャリーしたら奥にポーンっていってボールなくなりますね。これ危な。いやー早いよこれ。わーめちゃくちゃいっちゃって、これ出ちゃうまである。それはないか。傾斜がちょっと強いところに切ってありましたね、これはね。まあどこも強いんですけど、まあ上からはちょっと警戒っていうことがよくわかりましたね。こっちも外しても結構アプローチ難しいですし、これ完璧。504ヤードの長いミドル、ありがとうございます。197ヤード5番。センターにオン。どうす、指を1本引っ掛けようか2本引っ掛けようか、ちょっとね悩み中なんですよ。あー、スライスね。スライスなんですね、ここはね。でも多分ピンこっち切られる可能性高いですね。いやー、バンカーまっしぐら。107ヤードくらい。アプローチウェッジ。いやー、ショートしてるね。ちょっとダフりました。うん、よし。キレキレでいい、強く打っちゃえってなったけど。243ヤードだった。おい、どんだけ曲がんだよ、どんだけ曲がるんだよ本当。うわー飛んじゃったよ。アウトの1番になります。スルーでそのまま行きます。フェアウェイ捉えると結構ランが出ますからね、ここはね。ナイスフェード、ありがとうございます。157、8番。そうで、やっぱちょっとスライスが入るんだね。いやーちょっと左、このホールは左ブッシュにぶっ込むんで刻む選手が多いと思います。3番ウッドで刻んで残り120前後かな、前に下っていくんで、まあ、アウトコースはやっぱり比較的スコア伸ばしやすいのかなっていう印象です。まあ僕は伸ばすどころじゃないんですけど耐えるんですけど。153、ピッチングで打ちます。外すなら右、フライヤーしなくてもいいから右、フライヤーしたらラッキー。いやー微妙ですね。わー、フライヤーしてない、してないし、なんかすげえフックした。
足がなんか修理地の杭。何もできなかった。すいません。砂市、違う意味の砂市だこれは。188ヤードのパー3、左からフォロー。飛べー。あざす、ありがとうございます。536ヤードのパー5、ロングですね。左ドッグレッグです。今日一、230をユーティリティで。いや薄いな、ちょっと5。おー、いた。あ、どうせきれいないか。400円どこやかな。今のはいいショットが打てる気がしたな、ドレスで。残り100ヤードです。当たり損ないもいいとこだよこれは。474ヤードのね、本来パー5をパー4にしてます。ここがアウトでの唯一のこう鬼門のホール、ボギーで OK っていう。真ん中より、真ん中行ったら右にこぼれてってもうグリーン狙えないって、めっちゃティーショット狙いどころ狭いです。うわー完璧だわこれ、びっくり。めっちゃ完璧。なんか伝説のアドレスを見つけたかもしれない。まっすぐ行く、今までにないこのアドレスのフィット感、あれが出そうっていう。170ヤードの打ち上げです。練習でも初めてこの場所に来たっていう。もうちょっと右行くともうこっち行っちゃって木で狙えないみたいな、めっちゃ難しいホールなんですけど、7番で伝説のアドレス毎回お願いします。P 方向行ってる。めっちゃ良さそうじゃん、めっちゃいいじゃん。切れまくり。ナイスパーです。ここでね、パーはね、切れまくり。今のはよく熱中症にならずに頑張ってますほんと。6番、ピン方向ちょっと左。ああナイス、ショットが切れてる。今になって来週でいいよ、来週で。全然違うよね今のはね。パターが入ればね。
330ヤード。あの木のちょっと前に行く作戦。広い左側に。結構ね、飛んできましたね、これは。伝説のアドレスが見つかったらちょっと最大効率スイング極まったかもしれない。45ヤード段。あ、ちょっと奥、あざす。大丈夫って言ってる。俺の先生が大丈夫って言ってる。意外とね、行ってみたら止まってたね、ボールがね。いやー、死なずによくここまで来た、マジで。415。めちゃくちゃ良かったね。やっぱり伝説のアドレス見つけたかもしれない、これ。90ヤード S。 ちょっとアゲンスト。ございます。ワンピンくらいかな。ちょっと左に、多分ちょっとオーバー。なぜか後半でちょっといいアドレスの感触を得るという。15、6年ゴルフやってきて、こんなピタッと、あ、打てそうって思うアドレス初めてってぐらい、なんか自分のなんかハマるアドレスが見つかりましたね。まあ、これを忘れちゃうのがゴルフなんでね。でもティーショットはやっぱりうまくいくと、ここのコースはそんなにストレスはないですね。距離が長いわけじゃないんで、なんとでも言えるんですけどね、調子いい時はね。おい、さすがだね、取れ高持ってるね。これ入ったら予選通過だと思って打ちます。やったー、あざす。今喜んでもしょうがないけど、ただいいゴルフが後半できたというのはすごく収穫になりましたんで、8月の5日がマンデーなんで、もうこの動画を流してる時はもしかしたら終わってるかもしれませんが、結果報告させていただきたいと思います。後半は1つへこませられたんで、まあ、パターが上手い人だったらね、こう3つくらいへこんでるようなショットの内容にはなったんでね、まあ、そういういい時もあるっていうのが分かっただけでもよかったなっていうところで、そのいい時が1週間後また出るように頑張りたいと思います。横浜カントリー、私の地元で、このトーナメント開催しますので、ぜひ皆さんも足を運んでいただいて、会場の方で男子トーナメントプロの技を見ていただければと思います。ありがとうございました。